ください。逃げないで。ほら言わんこっちゃない。仕方ありませんね。起きるまで待つしかないみたいですね。おはようございます。気分はいかがですか？って言ってもいいわけないですよね。あの携帯を落とされたので後を追ってきたんですけど、あなたが逃げるのでこれ返しますね。まあ何はともあれ、あなたが起きたことですし、携帯もお返しいたしましたので、お帰りになられますか？では帰り道はこちらからなので私が案内しますね。どうかしましたか？腰が抜けて立てない。あなたに会えたのも何かのご縁だと思うので、私に付き合ってもらってもいいですか？はい。リラクゼーションのマッサージっていうのが流行っているらしくて、ぜひあなたに体験してもらって感想を聞きたいなって思いまして。はい。ダメでしょうか？本当ですか？じゃあまずは耳洗浄ですかね、をやりたいと思いますので。どうしましょう。私足がないので膝枕したくてもできないんですよね。困りました。ちょっと待っててくださいね。今ちょうどいい枕がどこかにあったと思うので探してきます。すぐ戻りますね。はい、戻ってきました。早いですか？まあ私は人間ではないので瞬間移動もお手の物なんです。都合がいいとか言わないでください。ではこの枕に頭を乗せていただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。では始めていきますね。この雑誌によると、耳に泡をつけて洗うと書いてあるんですが、大丈夫ですかね？ちなみにこの霊界グッズは人間のと違うので真似しちゃダメですよ。はい、素直でよろしいですね。では始めますよ。初めてやるもので、大丈夫かどうか不安なんですけど、痛くはないようにしますから安心してくださいね。私ですか？そうですね。人間からはテケテケと言われているのですが、一応妖怪なんですが、いや幽霊の類でしょうか。ご存知ですか？はい、そうなんですよ。
私がテケテケです。え、おかしいですか？そんなにこの格好が変でしょうか？そもそもテケテケはこういった格好をしていないものなんですか？私この格好ハイカラで好きなんですけど、どうですかね？大正ロマンです。どうですかね、この格好似合いませんか？似合う似合わないの問題ではない。はあ、そう言われましても、お前はテケテケだと突然言われたもので、何かよくわからないですがなってしまったんですが、テケテケとは実際どういうものなんですか？はあ、女子高生ですか？ん？女子中学生？なんだか曖昧ですね。何かテケテケになる定義とかってあるんですか？なるほど。足がない幽霊？妖怪？ですか？ああ、だから私にも足がないんですね。透けていて見えていないですから足はないですよね。なぜ知らないのかと言われましても、そこのところは、そうですね、聞いてみるしかないですね、誰かに。これが落ちている感じがするんですけど、どうですか？なんだかんだお話ししていたら、こちらの耳はなんとか終わりましたね。では、反対に移る前に濡れタオルでお耳を拭いていきますね。
聞こえにくくなると思いますから、ちょっと黙ってますね。
ちらの耳は終了です。では、反対を向いていただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。では、やっていきますね。ところで、どうしてここに来てしまったんですか？そうなんですね。ご友人と廃墟探索をされていたのですか？なるほど。もしかして鏡の前を通りませんでしたか？ええ、あそこの鏡、こちらの世界とあちらの世界をつなぐような形になっていまして、時々あなたのように迷い込んできてしまう人がいるんですよね。ええ、そうなんですよ。大体の場合は、そうですね、先生が返しているみたいですけど、中にはいなくなってしまった人もいるとか、いないとか、まあ多分、私たち以外の妖怪か悪霊に会ってしまったのではないでしょうか。よかったですね。あなたは道中誰とも会わなくて。私も十分怖かったですか？確かに誰もいないところに人の声がしたら驚きますけど、私たちもあなた方みたいに不法侵入してくる人間も怖いですけどね。いや、別に謝ってほしいわけではないので謝罪は結構なんですが、まあここに来てしまったのも事故みたいなものですからね。でも許可なく勝手に建物に入ってはいけませんよ。不法侵入ですからね。ああ、幽霊にそんなこと言われてもですか？まあ、確かにそうですね。
濡れタオルでお耳を拭いていきますね。そういえば、ご友人はどうしたんですか？私がお見かけした時は、あなた一人だったみたいですけど。はぐれてしまったのですか？なるほど。ご無事だといいんですが。
き終わりました。いかがですか？多少は綺麗になったと思うんですけど。あ、あとはこの本によれば耳かきなんかいいらしいですね。耳かきをしたらリラックス効果があるみたいなので、こちらもやってもいいですか？ありがとうございます。じゃあせっかくこちらを向いていただいていますから、こちらの耳から始めていきますね。いかがですか？痛かったら言ってくださいね。私の友達に念を送って、あなたの友達がどこにいるのか調べてもらいますね。はい。不思議ですか？私たちは離れたところからでもお話できるんですよ。できるんですよ。便利ですよね。あなたの持っている携帯もとてもいいですよね。現代の小説に出てくるのも携帯ですしね。今はスマートフォンというんでしたっけ？時代の流れは早いですね。体になってから不便なことといえば、足が見えないことですかね。なんだか透けてしまってくっつかなかったんですよね。今はだいぶ慣れましたけど、やっぱり落とした瞬間に見てしまいますよね、足元。
話を聞いたら不幸な出来事が起こるってよく聞きますけど、私たちだってそんなに暇じゃないですからね。私たちも女の子なわけですから、おしゃれもしたいですし、あとはそうですね、いろいろお勉強だってしたいですからね。ですからそういったことを話しただけで襲いに行くっていうのも理解ができませんね。まあ襲いに行く子もいるんでしょうけど、少なくとも私はそういうことはしません。あとはそうですね、先ほど追いかけた時にペチペチっていう音がしたと思うんですけど、はじめ私も手で歩くようにしていたんですけど、お着物が汚れてしまいますし、なんだか下品ですから、最近は効果音だけつけて普通に飛んでますね。ええ、見つかると校長先生に怒られちゃうんですよね。めんどくさいですよね、決まりって。必要のない決まりもあると思いますから、そこまで厳密にやる必要ないと思うんですけど。思うような形がいいんですかね。私にはわかりませんけど。
えば、テケテケって私のことを言いましたよね。それは種族名みたいなものでして、正式に名前があるんですよ。ええ、元は人間ですからね。私の名前ですか？私の名前は何でしょうね。内緒です。あなたの名前を教えてくれたら教えてもいいですよ。名前を名乗るときにはまずは自分からと言いますからね。ありがとうございます。素敵なお名前ですね。私の名前はカヨコと申します。そうですか。ありがとうございます。そう名前を褒めていただいたのは久しぶりなので嬉しいですね。
梵天も終わりです。ではお耳をふーとさせていただきますね。反対を向いていただけますか。はい、ありがとうございます。では耳かき始めていきますね。いかがですか？痛かったら言ってくださいね。え、何か物語を読んでほしいのですか？そうですね、まあ、短いですが、こちらはどうでしょうか？いきますよ。死にかかった病人の枕元でお医者様が首をひねって、もう1時間も難しいですと言いました。とてもこれを助ける薬はありません。これを聞いた病人は言いました。いっそのこと飲んでから 2,3 日に死ぬ毒薬をください。気はないのかですか？ええ、これで終わりですよ。短すぎる。そうですか？では、別のお話を読みましょうか。ですね。では赤いろうそくというお話を読みますね。赤いろうそく。山から里の方へ遊びに行った猿が一本の赤いろうそくを拾いました。赤いろうそくはたくさんあるものではありません。それで猿は赤いろうそくを花火だと思い込んでしまいました。
猿は拾った赤いろうそくを大事に山へ持って帰りました。山では大変な騒ぎになりました。何しろ花火などというものは鹿にしても獅子にしてもウサギにしても亀にしてもイタチにしてもタヌキにしてもキツネにしてもまだ一度も見たことがありません。その花火を猿が拾ってきたというのであります。おお、素晴らしい。これは素敵なものだ。鹿や獅子やウサギや亀やイタチやタヌキやキツネが押し合いへし合いして赤いろうそくを覗きました。すると猿が、危ない危ない、そんなに近寄ってはいけない、爆発するからと言いました。みんなは驚いて尻込みしました。そこで猿は花火というものがどんなに大きな音をして飛び出すか、そしてどんなに美しく空に広がるか、みんなに話して聞かせました。そんなに美しいものなら見たいものだとみんなは思いました。それなら今晩山のてっぺんに行ってあそこで打ち上げてみようと猿が言いました。みんなは大変喜びました。夜の空に星を振りまくようにパーッと広がる花火を目に浮かべてみんなはうっとりしました。さて夜になりました。みんなは胸を躍らせて山のてっぺんにやっていきました。猿はもう赤いろうそくを木の枝にくくりつけてみんなの来るのを待っていました。いよいよこれから花火を打ち上げることになりました。しかし困ったことができました。と申しますのは、誰も花火に火をつけようとしなかったからです。みんな花火を見ることは好きでしたが、火をつけに行くことは好きでなかったのであります。これでは花火は上がりません。そこでくじを引いて火をつけに行くものを決めることになりました。第一に当たったものは亀でありました。亀は元気を出して花火の方へやっていきました。だがうまく火をつけることができたでしょうか。いえいえ、亀は花火のそばまで来ると首が自然に引っ込んでしまって出てこなかったのでありました。そこでくじがまた引かれて、今度はイタチが行くことになりました。イタチは亀よりは幾分マシでした。というのは首を引っ込めてしまわなかったからであります。しかしイタチはひどい金眼でありました。だからろうそくの周りをキョロキョロとうろついているばかりでありました。とうとう獅子が飛び出しました。獅子は全く勇ましい獣者でした。獅子は本当にやっていって火をつけてしまいました。みんなはびっくりして草むらに飛び込み耳を固く塞ぎました。耳ばかりでなく目も塞いでしまいました。しかしろうそくはポンとも言わずに静かに燃えているばかりでした。どうですか？かわいい話ですよね。動物ならあるかもしれないなって思うようなお話で、私は結構好きなんですよ。いかがでしたか？そうですか。よかったです。
書きが終わりましたので、次は梵天していきますね。そういえば、私の友人に花子ちゃんっているんですけど。はい、トイレの花子さんです。花子ちゃんが人間のお友達ができたみたいなんですよね。私も人間のお友達が欲しいなって思うんですけど、もしよければなっていただけませんか、お友達に。現世のいろいろなことも知りたいですし、流行りとかあなたの好きなものとか教えてもらえたら嬉しいんですけど。ええ、本当ですか、ありがとうございます。ただ携帯もスマートフォンもないですから、連絡できませんね。あ、そうでした。私からあなたに語りかけることはできるので、今度はあなたに直接話しかけますね。ええ。お友達になった人には干渉できるみたいです。あ、でも同行した連絡は NG なので、私も気をつけるようにしますね。いろいろ話したいことはありますけど、やっぱり会って直接お話しするのがいいですよね。今流行ってるコスメとか、あとは服装とか教えてください。え？この服は流行っていないのですか？そうなのですか。何やら雑誌に大正ロマンって書いてあったので、てっきり今はそういうものが流行っているのかと思ったんですが。まあ私はこの格好好きなんですけど、人間界の流行りもやはり女子としては追いかけねばなりませんからね。ほら、女子っていう年齢じゃないでしょっていう言葉は NG ですよ。レディーに対して言う言葉ではありません。
では、お耳をまたふーってしていきますよ。いきますね。おしまいです。いかがでしたか？気に入っていただけましたか？よかったです。そういえば、帰らなくても大丈夫ですか？あ、すみません。忘れていたのですが、あなたのお友達は無事に車まで戻ったようですよ。ええ、大丈夫です。特に襲われた様子もなかったみたいですから。このまま戻りますか？わかりました。では私が玄関まで送っていきますね。ええ。他の妖怪に会っては大変ですからね。いい妖怪だったらいいですけど、私や私の友人以外の妖怪は安全かどうかわかりませんからね。冗談ですよ。私がついているから大丈夫です。すみません。なんだか、あなたを見ていたらからかいたくなってしまって。ごめんなさい。私に対して、はじめに失礼なことを言ったお返しです。じゃあ、行きましょうか。ああ、あなたの友人には見えないと思いますよ。ええ、まあ、あまり霊感が強い方ではないようですからね。ところで、本当に私と友達になってもいいんですか？まあ、私がこういうのもなんですが、一応テケテケという部類には入っているので、私が人を襲うなんて絶対にないから大丈夫ですか？あって間もないものを信じてもいいんですか？まあ、あなたのそういうところ、素晴らしいと思います。また絶対会いましょうね。ちなみに、あなたはいつお休みなんですか？わかりました。では、その日に、ちゃんと答えてくださいね。え、どうやって答えるかですか？心の中でお返事をしてくれればいいのです。そうですね。普通に人と話すような形で思っていただければ。はい。では、行きましょう。またお会いしましょうね。